自転車に乗ってエンカウントを高めようと思ったけどダメか。早く出て。マスキッパさーん。おお、グレッグルが出てきた。これまさか出入りするたびに変わったりしないよな。日をまたがないと変わらないと思うけど。やったぜ。グレッグルを捕まえたぞ。毒格闘タイプ。毒袋を大きく膨らませてゴボゴボと不気味な音を出す。相手を威嚇するためだ。グレッグルは危険予知か乾燥肌だよね。黒いヘドロ。今持ってんじゃん。預かっとこう。黒いヘドロは毒タイプのポケモンが持ってると毎ターン回復する系だよね。俺の探し方が間違っていたというのか。望遠鏡。これがエリア 1？ 一派じゃねえか。これさっきのところか。3か、これ。ねおう。で、これ5か。1、3、5。あー、ちょっと違うな。あ、この辺かな？この縦長の水辺。この近辺にいるに違いないぜ。ネオはまあとりあえず出会ったらサファリボール投げとこうか。そしてダメだったら一回逃げよう。ネオじゃない、ウパがいる分、そこまで頑張る必要もない。この辺だな。多分、さっきマスキッパー見かけたのはここだと思う。ここで探せば出ると思うよ。いやー、もしかしたら時間切れになったから入れ替わったかもしれないけどな、場所。これ実はさ、この辺で地下大洞窟行って、シンボルエンカウント探した方がマスキッパー見つかるとかないかな。ちょっとこれでダメだったらそっちシフトしてみようか。もしかしたら他の草タイプがいるかもしれないし。ちょっと野茂瀬ジム挑戦前に草タイプは捕まえておきたいから、それだけは考えてやっておこう。マスキッパってそんなレアか？レアだった気もするな。てか、スコルピもレア枠だったはずだしな。お、出た！よかった。ここで合ってたか。捕まえたいけど、餌を投げる気にはなれない。ボールだ。捕まれ！はい。はい。お！やったー長く探し回った甲斐があったぜ。マスキッパを捕まえたぞ。マスキッパのデータから新しく登録。虫取りポケモン、草タイプ。触手を木の枝に巻きつけて動かなければまるで植物。大口を開けて獲物を待つ。食虫植物ですね。ハエトリソウをモチーフってやつですね。よーし。だと交換しよっかな。じゃあ一旦スコロピと交代するか。ちょっと、野茂瀬失恋つながりでね。さてと、ちょっと様子を見ようか。あ、甘い香りあるじゃーん。甘い香り覚えてんのはすごい。物音に敏感。もしかしたら SV かな？可能性があるだけだけど。鶴のムチ、45。ちょっと育てた方がいいのかな？甘い香りを覚えてるっていうのがちょっと気になるので、ちょっとこれで頑張りたいところがあるので、リタイアしていいかな？お金をなんか贅沢に使ったプレイングだったな、今回は。そんなに余裕あるわけじゃないのにな。よし。で、ちょっと一箇所行っておきたいところが先にあるので、まずはそこ行こうか。サイクリングロードですね。ここで、散々苦労して、深丸がいねえと嘆いていたと思うんですが、その場所、怪力が必須だったはずだけど、もしかしたらこれ、甘い香りがあったらいけたんじゃないのか説みたいなのが、個人的にはあるので、甘い香りであそこ、出せないかなという、ちょっとそれを試したい。この迷いの洞窟、怪力で岩を動かして空間を広げないとダメだったはずなんだけれど、もし甘い香りでポケモンが出るんだったら、ああ、使えないだとー。嘘だろ、洞窟で甘い香りを出せないのか。なんだと、怪力やっぱり必須なのか。マジか、対策されていた。これ甘い香りでポケモン誘導すれば怪力いらねえじゃん。そんな甘くはないと。オッケー。オッケー。世の中の厳しさを知ったよ。その前にちょっと帳していっていいかな。もしも草タイプの攻撃技の技マシンがあればちょっと持たせたい。あ、技マシンよりはこっか。でもこれ草タイプは多分ソーラービームがあるかどうかぐらいだろうな。ローキック、地ならし、トンボ返り、峰打ち、眠る、守る、神秘、リフレクター、光の壁、身代わり、こらえる、奮い立てる、剣の舞、仮分身、フラッシュ。フラッシュあるやん。これ買って覚えられないかな。暗い洞窟も明るく照らせるってことは使えるのか。秘伝マシンアプリではないのか。こっちが攻撃技だよね。大文字、雷？冷凍ビーム、じゃない、F 吹きか。あ、13が冷凍ビームか。52ってこれなんだろう。格闘、気合玉。35は火炎放射。10万ボルト。冷凍ビーム、ソーラービーム。29、サイコキネシス？変えるんだ。強くないか、ここ。シャドーボール。マジカルシャインか。鋼だからなんだったっけな。ラスタカノン。ジャイロボールか。ジャイロボールって技マシンあったっけか。68ってなんだ？ちょっと高いから破壊光線かギガインパクトだと思うが。ギガインパクト。15が破壊光線か。おー。普通に強いな、この辺のラインナップ。ちょっとソーラービームだけ買っとこうか。マスキッパに覚えさせよう。ソーラービーム打ってる暇あるか？ないと思うけど。もしかしたら、使いどころがあるかもしれない。いやー、いいラインナップだった。欲を言えばエナジーボールあたりが欲しかったけど、ちょっとさすがに強すぎるかな、エナジーボール打ってたら。でも最近でもな、強い方だと思うけどな。ソーラービームを使っておこう。マスキッパしか覚えることができない。日本バルの技マシンあったらなぁ、と思ったけど。根を張る。噛みつく。いやでも噛み砕くをどうせ後で覚えるから。ちょっとソーラービームを覚えてもらおうか。でん。ジムトレーナーがほどほどにちょうどいい相手であればマスキッパが活躍できるかもしれないし、一旦挑んでみるか。鶴の鞭で挑むのはちょっと怖いけどな。威力45か。50ぐらいあると思ってたけどな。この辺も微妙に威力とか命中変わるからね。さて。結構広いな。やっぱ後半のジムの方が予算かかってる感じするよな。ここのジムリーダーはマキシさん。いや、マキシマム仮面は水タイプの使い手。水タイプのポケモンに炎や地面タイプで戦うのはいい度胸と言えるだろうな。そのあたりはお前に任せるぜ。じゃあいいファイトよろしくな。レベル帯ってどの辺だ？あんまり変わらないと思うけど。浮き輪ボーイ。まだ君で肩慣らしといこうか。まあ、最悪レントラーもいるしな。ブイゼル。あ、そうか、フローゼルいたな。冷凍ビームまではさすがになかったと思うけど、それなりに育ってないと厳しいだろうな。まずは鶴の鞭で。尻尾を振る。舐めてんじゃないわよ。暗いな。タイプ1効果抜群。お、いい火力。やるね、普通にやっていけるか。ブイゼルは特別。あれ、防御力が高くない系だから。おお、ボルチェン覚えるんだ。そのおかげだった可能性もあるけど。ボルチェン便利だな。体当たり使わないし、変えようか。レベル33でボルチェンか。なかなかいいね。ボルトチェンジって、ブラックホワイトだったかな？なんかダイパーで使った覚え全くないんだよな。こういうレベル技がちょっと変わってるっていうのもリメイクの面白いところだよな。よし。この、ジムは、こうやってスイッチを踏んで水位を上下させて先へ進んでいくっていうのが主なんですよね。釣り人だ。水ないですよ。水のとんでもないパワー、うまく使える俺に勝てるか？ギャラドスとかを使ってこなければ勝てると思うよ。コウスケ。渋い顔してんな。ドジョッチ。水地面じゃないか。やっぱり電気は目立ってるね。水タイプもな。飛行タイプが入れば草タイプのメタになるけど、地面タイプが入ると草タイプには弱くなるしで、結局弱点の草と電気両方に対してちょうどいい複合タイプってあんまりないんだよな。買っちゃうんだもん。参っちゃうな。マスキッパに頑張ってもらうからね。ちょっと水位が上がりました。オレンジを使うと下がって、緑色を使うとこの位置になるんだね。だからこれ以上高くするには、青が必須なんだったかな。世界各国を渡り歩き、ポケモンを鍛えた俺が選んだのがこのポケモンジムだ。ここは手強いぜ。言うじゃない。その手強さ見せてもらおうか。言うぞ。キャモメ。キシャモメは強いな。キャモメに関しては、マスギッパでは有利ではない。じゃあここは素直にレントラーにお願いしようか。だからキャモメの釣りがペリッパーとかでないんだったらマスキッパを出してもいいと思う。そういう時はやはりボルトチェンジだな。ジュン。こうして戻っていく。ボルチェンほんと強いよな。こういう交代しながら使える系の技ってもう少し威力を落とした方がいいんじゃないのかって思うぐらい。70もあるもんな。まあ60だとな、テクニシャンとかが発動しちゃうから難しいんだろうけど。かといって下げすぎると弱すぎるって感じなんだろうな。行ってこいマスキッパ。キャモメじゃねえか。ダブルキャモメだったか。まあ、ペリッパーじゃないだけマシか。お前トップクラスに強いな。マキシさんが、あれだ、ギャラドスを使ってきたかどうかがちょっと自信ないな。お、浮き輪ゴール。マキシマム仮面みたいに強いトレーナーになりたいな。わざわざひらがなになってんだな。浮き輪ガールになることを約束されたような名前だな。おい、水タイプじゃねえじゃねえか。よし、試しにソーラービーム使っちゃうぞ。光を吸収。尻尾を振る？甘いぜ。うっそー！装飾！マジかよ。やりすぎだろ、これは。そうか。あれ装飾っていなかったんだったっけな ?4 世代の頃。確かに見覚えねえな。まさかこんなことをされるとは思わなかったよ。とんでもない肩透かしを食らった気分だ。いいぜ。だったら、俺が出すのはこいつだ。行ってこい、カロノキシ。光の壁。ルリーに翻弄されていく。なんだこいつ。なんでこんな強いんだ。水の波動。お、しかし今度はやり返しちゃったぞ。バブル光線は無効です。尻尾を振る、光の壁、あとなんだろう、甘えるか。光の壁、甘える、バブル光線だから攻撃は水だけだね。ルリーは完封した。ルリーを完封して喜んでもな。オッケー、そろそろカラナクシも進化できるかな。あとちょっとだ。マリルか。マリル、あ、でもマリルも装飾の可能性あんのか。くそ、装飾に怯えなくてはいけないとは。ソーラービーム吸われたからな。ショックがでかいよ。そうか、装飾マリルとかもいたのね。行くぜ、スポーク。この辺の特性いろいろとなあ組み合わせてるとみんなすごい厄介に感じるな。モカザル34。カナダクシ30。これトリトドンじゃなかったかな、このレベルで。ウキに勝ったよ。トレーナーさん強いです。君もな。まさか装飾で連れてくるとは思わなかったよ。おお、来たね。カナダクシの様子が。でん、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 でん。30ぐらいで1回だけ進化するっていうのが、なんか今作は多いイメージがあるな。そうでもないか。はい、トリトドン。通称ポワグジョ。トリトドンに進化した。トリトドンもやっぱ可愛いな。カラナクシの可愛さとはちょっとベクトルは微妙に違うと思うけど、こっちの方が好きかな、個人的には。西の海の姿。大昔は丈夫な体でカラワタを守っていたらしい。海の浅瀬に生息する。え、大昔は丈夫な体で？これもしかしてアルセウスで出るんじゃないか。その昔の姿トリトドン。ダメかな？なんかそういうの出てきてほしいけどな。その化石ポケモンの昔の姿とかね。さあ、釣り人。釣った魚のポケモンの数は世界一の俺が相手だ。釣ったポケモンの数が世界一の人って実際どんぐらいなんだろうな。今までのシリーズ累計で何億匹とか釣ってる人いるのかな。それやばいな。さあ、つづく覚えている可能性のある土佐キントだけど、飛来心の可能性があるから、ちょっとうかつに電気を出せないっていう。暗いな。ちょっと残っちゃうじゃないか。意外とつづくが痛い。レベル差があんまりないからな。謎に急所になっていく。ドジョッチ。ドジョッチならそのままでいこう。今地味に考えたんだけど、乱れ好きがもし飛行タイプの技だったら相当強かったんだろうな。急所当てまくるね。だが4倍。なんかほんとマスキッパにちょうどいい相手ばっか来るな。ギャラーン。さすがにギャラドスはマスキッパで相手できない。ファン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 。でもギャラドス使う釣り人は普通に強いな。電気タイプがいなかったら結構苦労するからな。やったぜレントラー。そしてやったぜマスキッパ。まあこうやって見ると結構能力値高いな。世界一でも勝てないか。一体何をもってして世界一かにもよるけどな。本当に世界一なんですかあなた。まあ釣りに夢中で育て方が甘かったか。と言われましても。そしてこれって、あ、そうか。戻らないといけないからダメなのか。水位を下げて、一旦戻ってからもう一回青色のスイッチを踏まないといけないわけね。だね。これで？ん？違うよな。これは下がるもんな。青色の、え？違う。そういうことか。ここを踏んで、水位を下げて、こっちを通って、おお、マキシマム仮面が見えている。この人ですね。寒そうやな、ずっとあの格好で待ってんの。よし、あなただね。荒ぶる大波のように押し寄せ、消し去るのが俺の戦い方だぜ。水タイプのエキスパートはみんな癖があるのか？カラナクシ。まだ水タイプだけだね。マスキッパな、ギガドレインとか覚えたら強いんだろうけどな。さあ、行ってこい。さすがにダメか。雨乞い。おお、雨のエフェクトちょっとかっこいいな。雨を生かしてくるのか。あー、でも、スイスイフローゼル来る可能性あんのか。それはちょっと怖いな。シャモメ。飛行タイプは相手できない。トサティンとの続くで結構割と痛いダメージ食らってるからな。無事勝利。波は去ったんさ。荒ぶる大波も、遠くで見ている分には、そこまで脅威ではないというわけだな。おう、こっか。到着しました。これは一旦戻っても、多分水位は変わらないから、再挑戦も楽だとは思うけど、せっかくだからこの流れでいこうか。スペシャルアップ、スペシャルガード、エフェクトガード、ディフェンダー。まあ、こんだけ持ってればマスキッパで頑張れるんじゃないかな。結局道具使うんかいっていう感じだけどな。このレベル3のマスキッパが頑張るんだったら道具もありだと思う。という考え方でね。行ってみよう。マキシマム仮面。仮面というほど仮面感はないけどな。よー、来た。俺様こそが、ナモセシティ、ポケモンジムのジムリーダーで、その名もマキシマム仮面。水の力で鍛えた俺様のポケモンは、お前の攻撃を全部受け止めた上で、勝利するからかかってこーい。このポーズ。マキシマム仮面特有のポーズ。最初誰かな？ギャ、ああ、いきなりギャラドスかよ。いきなりマスキッパで分の悪い相手を出すんじゃないよ。ファン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 。ちょっとこれで全抜きを狙うのはさすがに厳しいか。レベル27格上か。まあ、ここはレントラでいいでしょう。頑張るんだ、レントラ。君ならやれるよ。ここでクイックターンとか使ってきたら相当やべえなと思うけど。でもギャラドスはどっちみち覚えないか。こうやけば覚えるんかい。やってくれるぜ。やってやるぜ、スパーク。どうせ次はフローゼルだろう。10。オッケー。強いね。いいレベルアップだ。お、ヌオーから来たか。なるほどね。タイプで受けるわけだ。この時のためにマスキッパを用意したと言っても過言ではないな、これ。マスキッパは浮遊だから地面タイプの技は食らわないんですよね。だからダメージが少なくても地面技で攻めようみたいなことはできない。水技しか飛んでこない。雨乞い。あれ、ソーラービームって威力下がるんだったっけかな。それはちょっと困るぞ。うりゃー、暗いな。どっちにしろ威力4倍だからな。耐えられるわけはない。うわー、レベル26。いいね、マスキッパ。大活躍だったよ。で、最後はフローゼル。レベル30じゃないかな。確かフローゼルだけちょっと強いんだよね。フローゼル。鳥と飛んでいくのもありかな。呼び水だしな。いやでも、有効度がないか。絶対に氷の牙を覚えてたと思うんで、レントラで言っとくべきかな、これは。ちょっと雨乞い使われてしまったのが痛かったな。特性水水で素早さ2倍になるから、この顔。今の、いい攻撃だったな。ソーラービームを褒めてくださっている。かっこいいね、フローゼル。可愛いしかっこいいよな。なんかちょっと和のテイストも感じるところが好きよ。氷の木はやっぱりあるよね。先制されるからやばいと思ったけど、レベル差でなんとかなった。 OK。 縦トップス6バード33。突進はいいかな。オッケー。一応マスキッパ頑張ったな。ヌオーに対しては、あれ、レントラーでは厳しかったもんね。ありがとう、マスキッパ。お前のおかげだよ。まあ結果この通りだが、お前と戦えてものすごく楽しかった。なのでこれを渡そう。八つ目の陣バッジゲットだぜ。フェンバッジをもらった。バッジの名前ってこんなかっこよかったっけ？覚えてないもんだな。切り払いというポケッチの冷え技を使うには、そのフェンバッジがいるんだ。切り払いかよ。そして、これはお前のポケモンの強さを称えるためにあげよう。シールをもらったぞ。切り払いか。怪力はまだ遠いな。そんな先だったっけか、怪力って。55は水の波動でいいのかな。塩水か。相手の体力が半分より少ない時にオンランすると、与えるダメージが2倍。一気に勝負を決めろ。